三和小学校のストックヤード見学は、子どもたちにゴミ処理やゴミの分別の大切さを知ってもらおうと、社会科の授業の一環として毎年行っているものです。この日は三和小学校の5年生児童26人が参加し、2班に分かれて環境防災課の職員の案内のもと施設内を見学しました。ストックヤードでは段ボールや雑誌、衣類のほか瓶や缶、乾電池などの搬入場所の見学が行われ、児童たちはメモを取ったり職員に質問したりしながら興味津々な様子で見ていました。また不要になった蛍光灯を安全に粉砕する蛍光灯粉砕機の見学では、蛍光灯が処理される速さに児童たちは驚いていました。参加した一人は、今日のストックヤード見学で教科書には載っていないことも知ることができ勉強になりました。これから家庭でもゴミ出しをするときには、ゴミの分別方法に気をつけたいと思いますと話していました。